今日はね、愛知県名古屋市の中川区の町を巡ってみたいと思います。ここは八熊通り5っていう交差点ですね。ここをちょっとこっち右折してみましょうか。川かな？川が見えてきたね。ここは篠原橋で合ってるかな。こちらはね、中川運河ですね。でね、向こうの方にね、観覧車が見えるんだけど、多分あっちはこの前港区で巡ったガーデンフトの方ですね。その観覧車かな。反対方向はね、免疫のビル群が見えますね。やっぱりあそこだけ群を抜いてめちゃくちゃ高いね。はっきり分かります。今篠原橋を渡って直進してますね。ここは何通りだろう。八熊通りです。大きな交差点に出てきましたね。ここはね、松葉公園の交差点ですね。あれ公園だよね。松葉公園かな。ちょっと行ってみますか。噴水がありますね。グラウンドですね。多分野球グラウンドになるのかな。テニスコートがあります。テニスをしてる方がいました。ちょっと見えにくいんですけど、あれこっちは行けねえのか。松葉公園はね、そんなには大きくはなかったですね。あんかけスパヤ、ドンキカフェ、結構おしゃれな感じのお店。この先に荒子観音っていうお寺があるみたいですね。左手に荒子観音。どんな感じのお寺でしょうか。ここかな。荒子観音寺東門って書いてあります。なかなか大きなお寺かね。あ、大きいね。前田利家生誕の地って書いてあります。前田利家は中川区にあった荒子城で生まれたそうです。そうなんだ。こちらが本堂かな。本堂の周辺にはお堂がありますね。ちょっとね、今工事していてうるさいんですけど、こちらは多宝塔っていうらしいですね。重要文化財なんですね。室町時代、天文5年、1536年、最高って書いてあります。不動明王様が祀られています。お参りしてきますか。荒子観音寺のね、すぐ近くにね、荒子公園がありますね。荒子公園のこれは横になるのかな。荒子梅園っていうところがありました。あ、一応道があって、これが道沿いに植えられているのが梅の木かな。で、こちらが荒子公園ですかね。この辺り前田利家生誕の地だとは知らなかったですね。はい、これで覚えましたね。この先にね、中川区役所があるみたいなんで、ちょっと行ってみたいと思います。あっちかな、あれかな、それっぽいな。どっかで曲がらないといけないかな。ここもお寺かな。
寺ですね。こちらはね、中川区役所の近くにあるね、お寺で常福寺っていうのかな、常福寺ってあってるかな。こちらが本堂になるのかな。こちらが中川区役所ですね。ここ入っていけるんかな、通り抜けできるんかな。結構細い路地裏みたいな感じだけど、点々とありますね。中川区の荒子町あたりは迷路のような細い道がいくつかあります。こちらは天満天神宮っていうのかな。ここに前田利家が生まれた荒子城があったそうです。歴史ある場所ですね。この地に荒子城があったらしいですね。歴史のことが書かれています。前田利家誕生の意思って書いてあるのかな。石碑がありますね。前田利家生誕の地。ここはなかなか古い建物ですかね。これあれかな、別々の家なのかな。それぞれ別々なんでしょうね。途中行き止まりになったりして少し迷うな。ここにね、蓮徳寺っていうのかな、蓮徳寺っていう寺がありました。住宅街の中にね、突如とお寺がありました。本堂ですかね。なかなか立派です。これは新幹線の線路ですね。今ねこっち方面に名古屋球場があるので、ちょっとねそっち方向に向かってます。うわすごいね、あれ新幹線の線路なんですけど、こんな近くを新幹線通ってるんで、さすがに静かじゃないとはね。あ、また新幹線通ってる。これさすがに静かじゃないと住民の人受け入れてくれないですよね。名古屋球場やってきました。今試合してますね。何の試合だろう、二軍とかかな。あ、旗がホークスの旗が上がってるから、ソフトバンクホークスと中日ドラゴンズの試合をやってんかな、二軍の。うわー、ここのお店レトロだな。これは炉端焼き、鉄板焼きのお店ですかね。看板が味わいあるね。入り口も結構味わいありますよ。はいはい、わかりましたよ。締めの川柳ですね。やりますよ。それでは締めの一句いきます。利家よ、今は何歳？年言えよ。